こんにちは、こんばんはの間ぐらいです、川辺真由美の。さて、ここはどこでしょうか。はい、今日はこちら島根県なんですが、島根県の、松江に来ています。松江といえばこちらは宍道湖です。宍道湖といえば宍道湖出陣、いっぱい7つの珍しい美味しいものがございます。そのうちの一つが、有名なしじみでございます。はい、なぜ私今ここにいるかと言いますと、実はこちらがですね、島根県立美術館でございまして、本日ここで小泉八雲朗読の調べ、ヘルン先生傑作選という、催しが開催されます。それを見に来ております。これは脚本朗読は佐野史郎さん、皆さんご存知ですね。構成音楽は山本恭司さんという方で、山本恭司さん、うちの夫八も、素晴らしいミュージシャンだと尊敬している方でございます。それからあと監修公演は小泉ボン先生です。私も何度か、会議なので、お会いしたことがありますが、うちの夫八も大変お世話になっている、先生でございます。ということで今もうすぐ始まりますので、やってまいりました。これから3日間ですね、この松江あたりを回りまして、芸術の秋ということで、いろんな芸術を様子をお伝えしたいと思います。もちろん3人は今日ビットホテルでございます。はい、私と夫は、温泉に泊まらせてもらいます。はい、ということでございまして、これから3日間いろんな、島根松江の芸術をお伝えしたいと思います。よろしく。